オートモードオン。楽ちんだな。あんたはとりあえずこの書類に目を通して。おいおい、そんな顔すんなよ。あたしとカンナなんていつもその倍は一日でやってるし。書いてある内容と申請した部費の額がちゃんと合ってるかチェックして。変だと思ったら私に見せて。幽霊部？そういえば幽霊部の申請書って見たことない。っていうか言う、申請書の提出した？じゃあ降りないよ。今までどうやって維持してたんだよ。部として成立してるから申請すれば最低限の部費は降りるよ。やっといた方がいいって。ほら今書いちゃえ。確かに弱い者いじめしてるやつは嫌いだけどね。そんな立派な理由じゃないよ。すまん、遅くなった。花咲か、手伝ってもらって悪いな。空森、これも頼む。あいよ、了解。僕は視察の続きに行く。二人ともよろしく頼む。好きでやっていることだ。ではじゃあユウ、これもよろしく。ああ、お疲れ。どれどれ。この辺のチェックが甘い。ボールがなくなったから補充したいのはいいけど、今後なくならないようにする工夫がない。それは心構え。工夫はもっと具体的じゃないと。これで通したら絶対に状況は改善されない。そんなじっと見て、わかんないとこある？集中力が足りないぞ。それじゃ、私が集中できるおまじないをしてあげよう。背筋伸ばして、目を閉じて。そのままじっとしてろよ。だぞ。素直に引っかかってるユウも悪いじゃん。心配だな、こんなにあっさり好きだらけになっちゃうなんて。ユウ嬉しそうな顔しちゃって。仕事が終わった後ならいくらでも不意打ちしてやるから。すごい集中してたから。肩揉んであげよっか。
ちょっとやらせてみ。マッサージには結構自信があるし。だろ？これでも子供の頃はよくじいちゃんの肩揉んでてさ、若葉は上手だねって喜んでもらったんだよね。私がこうやって肩を揉んであげるとすっごく喜んでくれて、でも今はもう何が？私のじいちゃんピンピンしてるけど、なんで驚いてるんだよ。っていうか、私のじいちゃん勝手に殺すな。今はもうマッサージチェアがあるから私が揉まなくても良くなったの。鼻がちょっとムズムズしただけ。ユウが勝手にしんみりしただけだろ。私のせいじゃないじゃん。ほい、肩もういいだろ。元気出たろ。帰るよ。だったら元気注入。どうだ、これなら元気出たろ。明日処理しちゃう分だから、書類入れに混ぜちゃうのはまずいかな。とりあえずロッカーに入れといて。赤いシール貼ってあるのが私んだから。で、その隣が共同の荷物入れ。その隣だーと。ユウ、あたしの話聞いてた？ついじゃない、女の子の荷物を勝手に漁るな。そりゃ秘密はあるけど。おりゃ。はいはい、さっさと書類しまって、ほら帰るよ。私の秘密を知ろうなんて100年早い。ユウ、ユウ、お前ちょっとこっち来い。ちげえよ、なんでお前に気持ちを受け入れてもらおうとしてんだよ。俺はこの前のブツはお前に不評だったからな。今度のはバッチリだ。バカ、それとこれとは話が別だろ。いいから持ってけ、役に立つから。安心しろ、タイトルの割にはソフトな内容だから。リスクを恐れてちゃ男として先に進めないぞ。いいか、こういうのを見て勉強するんだよ。知識の幅は広げといて損はない。いやマジだって、女性も口にしないだけでこういう刺激を求めて。ああ、いたいた。おいユウ、あれ、アクターもいいんじゃん。二人で何やってんの？いや、男同士のちょっとした内緒話を。怪しい。ユウ、私に何か隠してない？
別に何も隠してないってなあユウ。募集な、何これ、なんだよ恥じらい彼女露出調教って。バカ、声がでけえよ。ユウ、てめえ裏切ったな。私の言うに変なこと教えんな。教えなくても男なら誰でも初期装備だ。な、何言ってんだ、あるわけねえだろ。俺の美魔女シリーズが危ない。覚えてやがれ。って思って探してたの。ほら行くよ、キリキリ歩け。そっか、それじゃあ私も一緒に行く。それはそう、ほら昨日部費の申請書作ったでしょ。あれを通すのに一応視察しなきゃいけなくて、だから今から幽霊部の視察、そんでそのままユウと一緒に帰る決まり。大丈夫、出張申請しとくから。お待たせ、行こうユウ。ユウが持ってちゃダメ。私がアクターに返しとくから、ユウは気にしなくていいの。ののかちゃんに知られてもいいのか。ユウの弱点がまた一つ増えたな。なあなあユウ、今週末はどうする？用事ができたから。いいからいいから、早く帰ろうぜ、迅速に。
時間も寝れば上等だよ。おはよう、いい天気だね。もうぐーたらモード全開なのかよ、早すぎだろう。かわいいかわいい、彼女とのデートなんだからさ、もっとさ、楽しそうにしててもよくない？そんなことないって、ユウぐーたらしすぎて体力落ちてるんじゃないの？そう、これくらい普通じゃね。どんなんやってるの？ふう、どっちもパス。もっとこう痛快なやつがいいんだけど。それだ。始まるじゃん、行こ。そんなの私が出してあげるって。いいのいいの、気にすんなって。ユウ、ここは黙ってあんたの彼女に任せなさい。やっぱ生は違うよね。また来ようぜ。え？あ、ごめんごめん、気づかなかった。許してくれたまえ。いいことじゃん、あたし元気が取り柄だし。だろう？やっぱユウは私のことよくわかってるね。あはは、なんでやねん。あー、力いっぱい笑ったら喉乾いてきちゃった。そうだね、混んでくる前にお昼ご飯食べちゃおっか。うん、美味しかった。今度カンナや幽霊部の子たちも誘ってみようっと。次はさ、ユウの行きたいとこ行こうよ。あたしがユウに付き合うからさ。って、ここいつものゲーセンじゃん。そうだけどさ、今までも散々来たし。あっぶねえ。その技は食わねえ。おりゃ、そりゃ、この、うつべし、うつべし。おら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 。油断してる方が悪い。今は恋人じゃなくって、ライバルだし。よし、これでとどめ。腕鈍ってるぜ。いいよ、どんだけでもかかってこい。そんなことしても同じだと思うけどね。ほうほう、ついに自分の一番得意な分野で勝負に来たか。そっかそっか、その割には随分テンパってるね。
は言いようだね。まあいいけどね、その勝負受けたげる。どうせならなんかかける？それじゃあ私が勝ったらどうしよっかな。当たり前じゃん。負けるつもりでやってたら勝てる勝負も勝てないでしょ。よし、決めた。私が勝ったら、ユウは私の仕事をもっと手伝って。もっともっともっと手伝うの。今くらいの手伝いで妥協してあげる。おーい、ゲームスタート。静かにしろよ、集中できないだろう。4、5、6。やった、勝った。真面目に仕事して落ち込むんじゃないの。そう、ぐうたら言うとは今日でお別れだな。これからはもっと手伝ってもらうんだし。さて、勝負もついたことだし、次は…うん、なんでもない。ユウ、先に出て待っててくれる？ちょっとね。いいの、トイレ行きたいんだからおとなしく外で待ってろ。なくて、その…大丈夫、全然元気だし、まだもう少し遊んで…行こう、ちょっと見に行きたいものがあるから。だよ。なんでもないから。Thank you.
ダメ。